おはようございます。10月5日お遍路第1日目4巡目逆打ちスタートです。いよいよです。やそこさんお世話になりました。すんごいいいお宿でした。素晴らしい。決断してまた泊まりに行きたいと思います。さあ今日は、白島で88番からスタートします。はい、大久保寺はもう目の前です。はあ、ちょっと雨かな。さすが雨男、天気予報を裏切る力です。じゃあ2週間前ろくに参拝できなかったので、ちゃんと大久保寺参拝したと思います。88番大久保寺スタート。参拝終わりました。長尾寺に向かいます。いや、久々のちゃんとした参拝をできました。ちょっとだけ入ってみるか。おー、抜かれんどる。よいしょ。なんか矢印逆らっていくって悪いことしてるような気分になります。逆字ってそういうこと。いい、はい、聞いちゃおう。よいしょ。はい、お、舗装通りに出ますか。はい、休憩しました。2週間前と同じ場所で休憩しました。はい、向かいます。花折れに向かいます。今日は64だ。
69。余裕だ余裕。よし。よし70兆。はい、行くぞ。東峠。はい。前回、お世話になりました。はい。はい、7.7 キロ進みました。お。鼻折れ、めっちゃ急じゃん。よう登ったんだ。膝に来る。いや涼しい。もう25メートルと2週間前と全然違いますな。えい。あと5キロ。マイヤマダム。これは逆打ちだと知らないとまっすぐ行っちゃいますね。はい、はい、休憩しました。さあ、長尾島に約 3.1 キロ、2キロ。頑張ります。20円多い。87番長尾寺着きました。なんか飾ってるぞ。長尾寺参拝終わりました。続いて修道寺に向かいます。7キロ先かな。途中ランチするかもしれません。
時間はあるので、ゆっくり行きます。暑くなってきたな。えい。みんな、逆打ち。景色が違うから、楽しいね。お寺で休憩したんで進みます。ここにマークがあるってことは、こっから出てくるってことやろな。はい。暑い。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よいしょ。虹の塔の上が見えますね。86番白地着きました。参拝しました。白地なんか5月の時に荒れてるような気がする。気のせいか。さあ太陽旅館行きますけど、チェックインが16時からなので1時間ほど余裕があるので食事したいと思います。中途半端な時間でお店が開いてる。
すんげえ暑い。